微小、ループアンテナ微小ループアンテナとは、周囲長が波長に対して非常に短いループアンテナの一種である。スモールループアンテナ、マグネチックループアンテナとも呼ばれる。動作原理が円周長が1波長のループアンテナとは異なる。多くの場合、周囲長は1、3波長以下であり、1、10波長が磁束が揃いよいとされるが、放射抵抗がループを小さくすると、 どんどん小さくなるために損失抵抗をなるべく小さくする必要がある。そのためには接触抵抗を小さくするなどの工夫が必要。筐体域で同調し電解型のノイズの影響を受けにくい。鉄筋コンクリートの建物等に近接して取り付けるとファラデーの電磁誘導で金棒の導体を寄進して放射効率を上げることが知られている。特に日本では アパマンハムという言葉に象徴されるようなアンテナを設置するスペースが確保できない無線外効果が多く微小、ループアンテナなどの小型アンテナに対する需要が高いそのため研究や試作が盛んに行われているエレメントとなるループの一部にマッチング回路を通して給電しその反対側に可変コンデンサを接続した構造のものが多い共振周波数は 可変コンデンサにより調整する。周囲長が波長よりも短くなるほど使用できる周波数範囲が狭くなる。指向性はループの面に直角な方向で最大となり、ループの面上の方向でゼロとなる。波長に対して非常に小さなサイズのため、送信に用いる場合に給電線がアンテナの一部として動作し、給電線に高電圧が発生して危険が生ずる。 可能性がある。それを防ぐためフロートバランを通して給電する。また、アマチュア無線等の送信時には強い近傍自回が生じる可能性があるため、臨海や人体から十分離して使う配慮が必要である。ありがとうございます。